はい、こんにちは、116ウィンズです。スプリングトレーニングの話題が多い中でですね、今日ですね、シカゴホワイトソックスがリリーフピッチャーのアーロン・バーマーと5年1600万ドルの長期契約に合意したと発表しました。で、オプションが2年含まれておりまして、このオプションが全て行使された場合、契約は7年総額2950万ドルの契約になるんですけれども、で、この契約というのは、年俸調停前のリリーフピッチャーで、まあ、クローザー以外の選手ですと、まあ、どうも史上最高額の契約になるみたいなんですけれども、まあ、やっぱりですね、ホワイトソックス、まあ、近年、再建が順調に進んできて、で、選手も揃ってきている中で、またこういった形で若手選手をしっかりと長期契約で囲い込んだというところで、まあ、ホワイトソックス非常にうまくやったなという印象なんですけれども、まあ、今回はですね、このバマーの契約ですとか、まあ、あと最近まあこういったまあ若手選手の長期契約が増えてきているなというところの話について、まあ、ちょっとできればなと思います。はい、まずはですね、今回長期契約を結んだアーロン・バマーという投手について簡単にご紹介したいと思います。バマーはですね、今季でメジャー4年目になる左のピッチャーなんですけれども、まあ持ち味はですね、やはり90マイル台後半で、でかつですね、変化量が非常に大きいツーシームが一つ武器になってますね。まあ、アーロン・バーマーとかでこう YouTube で検索してみると、まあ動画が出てくるんですけれども、まあ一見ですね、彼のそのツーシームっていうのはこういわゆるまっすぐ系には全然見えなくてですね、映像からでもすごい変化していることがわかるような、まあ、それぐらいのツーシームなんですけれども、まあこのツーシームをうまく活かしてですね、まあ彼は非常にゴロを打たせるのがうまくてですね、昨年のゴロ率が 72.1% っていうところで、まあこれはですね、ヤンキースのザック・ブリトンに次ぐ、まあ非常に高い数字になってるんですね。で、デビューから2年間はですね、まあそこまで目立った数字は残せていなかったんですけれども、まあ、昨年はですね、マイナーで開幕したんですけれど、まあ、そこから昇格を、まあ、非常に目覚ましい投球を見せまして、まあ、防御率 2.13 で、で、まあ、ホールドも27上げたというところで、まあ、非常にですね、ホワイトソックスのリリーフ陣を、まあ、昨年は支えるような、まあ、活躍を見せたピッチャーですね。で、冒頭、まあ、ゴロを打たせるのが非常にうまいという話をしたんですけれども、まあ、彼のその投球スタイルと、まあ、本拠地、まあ、ホワイトソックスの本拠地であるギャランティードレートフィールドっていうところは、まあ、非常にマッチしていまして、ちょっとスライド上マッチしているというところが消えちゃってるんですけれど、まあ、本拠地がお世辞にも、まあ、広いとは言えない球場ですので、まあ、バマーのようにですね、まあ、ゴロをうまく打たせて、まあ、抑えていくっていうスタイルのピッチャーの方が、まあ、ホワイトソックスのリリーフで活躍するには、まあ、十分向いている選手だと思いますので、まあ、おそらくですね、ホワイトソックスのフロントとしても、もバマーがホワイトソックスで長期的に活躍が見込めるという点を評価して、まあ、今回長期契約に至ったのかなと思いますね。で、ここからはホワイトソックスというチームの話になるんですけれども、まあ、ホワイトソックスですね、非常に着々と、まあ、若手を囲い込んでいるなという印象ですね。まあ、すでにですね、まあ、バマー以外でも、まあ、イロイ・ヒメネスですとかルイス・ロバートも、まあ、長期契約を結んだというところで、しっかりと今後チームの中心となるような選手たちを囲い込んでいっていますね。で、面白いのがヒメネス、ロバート、それから今回のバマーもそうなんですけれど、全員がですね、2026年まで、まあ、契約することができるような、まあ、契約になっているんですね。で、これが何を意味しているのかっていうところを考えたときに、まあ、おそらくホワイトソックスとしては今いる若手の中で、まあ、チームの勝負機のコアとなる選手たちを見定めて、まあ、ここから、まあ、あの今年からですよね、今年の2020年から、まあ、7年間、2026年までの7年間で一気に勝負をかけに行きたいというところが、まあ、あのホワイトソックスのフロントとしても考えとしてあるのかなと思いますね。で、実際ホワイトソックスはもうすでに勝負をかけ始めていまして、まあ、コーンオフですと、まあ、FA でヤズマニ・グランダルですとか、あとはダラス・カイケルとも契約しましたし、まあ、トレードですと、まあ、あのノマー・マザラを取ったりしましたので、まあ、早ければ今季にもですね、まあ、ホワイトソックスは一気にこう地区優勝争いに絡んでくる可能性は十分あると思いますし、まあ、来年再来年とこう若手が一気に伸びてくるような年になれば、本当にですね、本当にこうアメリカンリーグ中地区をもう連覇できるような本当に力を持っているチームだと思いますので、まあ、今後がですね、非常に楽しみなチームの一つだなというところですね。で、ここからは今回のアーロン・バーマーの契約に関する感想でもあるんですけれども、まあ、それにしても最近は若手の契約の延長が多いなという印象ですね。まあ、理由はいろいろあるとは思うんですけれども、まあ、球団側としてもやっぱり年俸調停の年数を買い取る契約が非常に多いというところで、まあ、やっぱりですね、球団としても予算が立てやすいというところが、まあ、理由としてはあるのかなと思いますね。まあ、もちろんその年俸調停やってた方が、まあ、年俸を安く抑えられてたという可能性も、まあ、十分あるとは思うんですけれど、まあ、選手がある意味、こう、期待通りの活躍をしてしまったがゆえに、
まあ、球団としても年俸調停で、じゃあいくら、年俸を払えばいいんだっていうところが、まあ、なかなか、調停が終わるまでは見通しが立たないというところだと、まあ、ちょっとこう、将来の予算が立てにくいというところで、まあ、こうやってですね、契約で、まあ、年俸調停の年数分買い取ってしまえば、まあ、損をする可能性はもちろんあるんですけれど、まあ、しっかりとですね、長期的な視野に立って、まあ、球団の予算計画を立てられるというところが、まあ、非常にメリットとしては大きいのかなと思いますね。で、選手側としてもですね、やっぱり安定を得られるという意味では非常にメリットが大きいですよね。まあ、FA になるまで6年間かかるというところで、まあ、それまでにドロップアウトしてしまう選手っていうのも、まあ、メジャーリーグでは非常に多いですし、まあ、それならば、ある程度まとまった収入を得てしまうっていうところも、まあ、考え方としてはあるのかなと思いますし、また年俸調停で年俸を上げるという手段もあるとは思うんですけれど、まあ、どうしても年俸調停という場は、まあ、結構伝統的なスタッツが、まあ、重んじられる傾向にありますので、まあ、なかなかですね、そのバマーのようにこうクローザーではないので、まあ、セーブ数のように分かりやすい数字っていうのが、まあ、ちょっとないんですよね。まあ、バマーの場合はホールドがあるので、まあ、ちょっと話は別かもしれないんですけれど、まあ、そういった選手になるとどうしても年俸調停で不利になってしまうっていう可能性が高いので、年俸調停に行けるだけのこうキャリアを積んできたにもかかわらず、まあ、思ったほど年俸が上がらないという、まあ、事態に陥ることも十分考えられますので、それならば今回のバマーのように早い段階で長期契約を結んでしまうっていうのも、まあ、一つ手なのかなと思いましたね。まあ、今後もですね、年俸調停の仕組みだったりが大幅に変わらない限りは、まあ、こういった若手の契約延長っていうところは、まあ、傾向としては、まあ、増えていくっていうところなのかなとは思いますね。まあ、もしかしたら今回のバマーのような契約をこのスプリングトレーニング中に結ぶという選手が、まあ、出てきてもおかしくないのかなというところで、今回の動画は以上としたいと思います。今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。